皆さんどうもこんにちは、シェイントーフです。いかがですが、ちょっと電話が鳴ったんでちょっとスキップします。特になんもない電話でしたと。フラウィーだよ、お花フラウィーさ。君のおかげで本当に助かったよ。君があいつを痛めつけてくれたからね。僕一人だったら絶対かなわなかった。君のおかげであいつは死んでくれた。君の魂は手に入ったしな。実はこれパソコンのデスクトップまで消えてるんですよ。アンダーテルという名前がもうないんですよ。はぁ、僕はもう随分から空っぽだった。魂が手に入って最高の気分っす。わざわざ動いてくすいたい。あれ、仲間忘れて寂しい。どうせならちょうどよかった。また魂もつくしか手に入ってない。だからもう一つ必要なんだ。あと一つの部屋は僕は神になる。そして新しく見つけた力で、モンスターにも、人間にも、みんなにも見させてやるのさ。この世界の本当の姿もね。てめえ、おい。前のセーブファイルもどうして無駄だよ。あれはもう消したったからね。でも安心して。僕はちゃんと、代わりのファイル用意してあげるから。君越しのシーンで上書きしてあげるよ。僕は君の体をずらっとするところを、何度も何度も縫い返し見られるように。え？僕を止められると思ってんの？ふふふ。君は本当にバカだね。さあ、ラスボス、真のラスボス。オメガフラウィー。フォトショップオメガフラウィーでございます。結局オメガフラウィーって言っちゃったね、てへぺろ。ということで、さあやっていきましょう。真のラスボス。もうこいつはね、もう本当にもっと強いですよ。まあ解説をしながらやっていきましょう。今回も公式日本語版実況プレイしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。フォトショップフラウィー戦。ではやっていきましょう。スタート。ご家族のファイヤーは、端に行ってかわしてください。また端に行ってかわしてください。で、これはまあ間に入るようにしてかわしてください。あー、もう当たりまくる。これはもうね、時期狙いなんで、このレーザーもまあ、このレーザーは一直線なんで気をつけてください。で、これは時期狙いですね。時期狙いなんで、まあちょんちょん押しでかわせます。痛い。結構ね、このここのオメガフラウィー解説すること多いんで。で、このナイフはですね、まあ間に入るようにかわしてください。おおね、解説がいろいろありすぎてちょっとごっちゃになるっていうね。好きような。で、このアクトに触ると OK です。これからこれ5回あります。あと5回あります。で、この伴奏をこう取りまくります。取りまくります。で、このハイトリックさんと虫はまあ間に入ってかわしてください。で、これも完全に突き出ないので、ピチッとかわしてください。で、このミサイルは、まあ、上に行くようにして、上に行くような間に入るようにしてかわして、ダーミーって。で、この虫、本当にダメージでかいんで、気をつけてください。で、もうこのお姉さんは一直線にしか生えません。ご注意ください。では、次です。で、次は、まあ、間に入るようにしてかわして、基本、間に入る系が多いです、ここ。この、フォトショップオメガフラウィーは、まあ、なんていう、まあ、間に入る、相手を蹴ることが多いです。で、あとはこのまま待ちます。このままとまた、フェイスブックのいいねマークが来るので回復しましょう。次。この強めのボードがあります。今の場合、右足っぱで大丈夫です。あーぶ、これが本当だったんですよ。こういうことがあるので。で、右押し、ロードセーブしましたっていうところで、右押しっぱだったら右押しっぱで OK です。で、逆に、その逆だったら、まあ、左押しっぱで大丈夫です。で、ここはもう、まあ、間に入ってる。で、間に入るときに気をつけることは、まあ、間に入ったら、まあ、ひたすら左を押し続けることです。あー、で、音入れ。OK。ここの後、ちょっとね、難しいので、お気をつけください。で、ここの場面もクリアですね。ここはさっき説明したね。まあこれも説明しました。
そこでも完全にチキンネタというか、完全なるチキンネタだけど。ああ、な、まあ実はやってそんな時も痛かったっけな、どうだったかな、痛い。どうぞ、ここを、ああ、押さなくてもいいですね。まあ、どっちにしやってもまあ、ロードとセーブで、そういうことごとでまあ回復しちゃうんで、意味ないです。死、滅亡、堕落、人殺し、悪夢、恐怖、滅亡、悲しみ、人殺し、残酷。で、ここで、行動が来ます。来ますので、読んでください。まあ、ここもまあ、よく見ればかわせます。あー、まあ、取れてない。あー、まあ、取れてない。バカ野郎。オッケー。オッケー。ここもよく見てかわしてください。あ、危ない。オッケー。まあ、こういうせこいことをしてくるんでね。まあ、気をつけてください。まあ、ここでもまあ、間に入ってかわしてください。まあ、結構なんで、これ、解説することが多すぎるんですね。やっぱ。ノンストップなんで。休む暇が全くないっていうね。まあ、ここも急いでると。取らないと痛い目を見ます。でここはですねもうここにいるだけで全開でできます。では行きましょう。最終段階。大体もうバカバカ野郎ですね。バカ野郎、ここでゲームオーバーにはなりたくない。やっぱ二次創作をクリアしたのでここはもうここをクリアするしかない。オッケー、よし、なんとかノーゲームオーバーでここまで来た。さあここもまあちょっとだけ敵狙いがありますので、さあ蹴ってください。まあ大体まあ来る場所はまあ的でわかるんで、オッケー。まあまあ交代できたこれもすぐ取ってください。いった。さあこれで終了です。すべて終了しましたが。まあこれで全て終了ですね。あーもう疲れた、マジで疲れた。さあここで、あっとはスクリアスデイ。ここはもう全部取ってください。はい、全部取って、あーぶれ。まあ取り合わせてもいいです。取り合わせてもまあいいです。さあここ、さあ最終段階ですね。ここはもうひたすら攻撃し続けてください。何やろうと、何ヤードとも攻撃を続けてください。ここまで来たらと一息です。まあ今までおねのいったところを目指してまあ頑張ってください。まあここは若干ご了承でもいいです。まだご了承でもいいです。まだまだご了承でも全然いいです。ここはここからちょっと、ね、集中するためにちょっと無謀になります。多分ちょっと集中する、ちょっと無言タイム入ります。無言で一番さっちゃいけないことだけ、まあいいや。ここでじっくりとじっくりかわしてわかんなくなっていく。ここで死にたくはない。なるべくな頭を避けて、頭を避けつつも戦うを推進させる。ここで死にたくはないですよ。ゲロ死んだらアホ、死んだら赤っ端を勝つ。まあ大人コーチにはまあ落ち着いてやることはないです。落ち着いてやればまあゲームオーバーになるですね。バカ野郎。まあ今とか見るといっぱい。伴奏上やっていなかった。オッケー、おー、危ね。意外と体力は危なかった。意外と危ないかった。うざだ。こんなことはありえない。き、わ。ワイド3をロードしました。本当にバカだね。さあ、もう、それで動くことはできない。
もう動くことはできない。ふふふ。5、6を動かしましたね、無理と。無理、出られない。無理、無理。ふふふ。本気で思ったの？本気で思ったの？何が？あー。おい、やめろってそれやめてくんない。とにかく月を滅びる運命、ここで一人寂しく命を散らすのさ。そう、役立たずの仲間たちは君を助けることはできない。どうぞどうぞ読んでみて。君の答え、声は闇に吸い込まれるだけさ。パパママ誰か助けて。いくら先でも無駄なことさ。行動、助けを呼んだ。しかし誰も来なかった。残念。誰も君が見死ぬことを見てくれないなんて。さあここで終わってしまうのか。終わらないと。え、どういうこと。まあいいや、それならロードできません。どうして、力が使えない。さあこれで真のラスボス終了になります。いやー疲れた。こんなこと許さないぞ。僕に従え。やめろ。おい、やめるよ。ということで真のラスボス終了になります。いやー疲れた。なんとかね、まあノーゲームオーバーできました。見逃す何のまね。僕が反省したと思ってるの。ありえないよ。僕の逃げ出したって思うから壊せたいんだ。僕を殺すしかない。僕を生かしておいたらまた戻ってくるよ。君を殺すよ。みんなを殺すよ。君の大切な仲間を殺しちゃうよ。どうして、どうして僕に矢先進むの。理解できない。何なんだよ、意味がわからないよ。フラウィーは逃げ去った。これで終了になります。いやー疲れた。いやー N ルートクリアでございます。一周目はもう絶対これ N ルートになるんですよね。初期でちょっと P ルート目指そうと思ったんですが、まあ、できませんでしたと。疲れました。解説でちょっとね、もう疲れ切ってしまって。翻訳、稽古。読めなかったです。まあこれで全て終了になりません。これでブルルブルル、よう聞こえてるかい。とりあえずメッセージを残しておくぜ。それで相方はこっちはいろいろあった。女王様は後ろに戻ってきて、地球の世界に正しいルールを作って、ここの地球の人間はみんな敵じゃなく仲間として扱うって。おいらもそれが決まったと思うぜ。王様を集めた人間の魂も全部消えたみたいだし、だからその例の計画も当分延期だ。みんな王様がいなくなって落ち込んで、地上に出る欲望を叶いそうにない。そんでも女王様を起用するなってみんなって。だからさ、そのおいらたちが頑張ってるから、あんたもいろんな今いる場所で諦めず頑張れよな。どんな計画かわかんないけど、おいらたちいつか必ず地上に出てみせるか。兄ちゃん、誰と話してんの。いや別に。え、別にさん、俺も別にさんと話したい。いいぜ、ほら。あれ、この番号は知ってるぞ。おい、逃げよく聞け。偉大なパピス様は、ついにロイヤルカード隊長になったぞ。長年の夢が叶ったんだ。ただ、今は戦うことなく、鼻に水をやるのが仕事。だが、ちょっとだけ思ったのと違うけどね。ウッドドアイトガー室の手伝いもしてる。アルフィーがここから脱出する方法を調べてるんで、アンダインとも一緒に手伝ってるよ。ただし、アンダインの場合、手伝うと必ず爆発は起きるけど。でも、アルフィーはアンダインがいると楽しそうだ。あ、噂をすれば。
もしもし、元気してるか。ちょっと手を拳でグリグリしないで。うるさい。お前、自分の立場分かってんのか。うん。あ、そうだった。忘れてた。私、ルイヤーガード隊長辞めたんだったな。というか、もう戦う必要なくなったから、ルイヤーガードを解散したんだ。だから今はメンバー一人しかない。そう、めちゃくちゃ優秀な兵士が一人。そうだ。お前、優秀だぞ、この子の。ちょっと、うるさの拳をグリグリしないで。まあ、そんなわけで、今はアヌッチの助手をやってるよ。この穴子からおさわりする方法を探してるんだ。今、両さんが作った格好で大工教えてやる。子供の7人を押すベンチプレスできる。恐ろしい。なあ、アズバの言葉は残念だと。でも、やるべきことでやっただけだ。だから自分で進めるんだよ。くそ。でもやっぱり、あの、ボフも服いないのは寂しいな。ああ、もう、やめやめ。ジャキッとしなきゃな。そうそう、アルフィのことも教えとくな。あいつは相変わらず、前にちょっと引きこもりがちになった気がする。何か悩みではあるかもしれない。もう大丈夫だ。私のそばに過ぎてるからな。それが友情ってもんだろ。お前が今どこにいるか知らないと、俺らがいいとこであってほしいと思う。お前たくさんの犠牲と危険にそこに行ったんだ。だからどこにいても、頼むから幸せに暮らしてくれるよな。私たちのためにもさ、自分たちが作られて、てもそれが誰の代になってくるのがすぐ救われて、みんな応援、お前のことを応援してるからな、と王様だ。そうだ、ちょっと待ってて、とりあえず変わる。忙しいってさ、だは誰か、相手が誰か教えたら、そしたら2時間は電話返してもらえないぜ。そんな地獄を味わわせるわけにはいかないな。また電話くれよ。もしトイレでも話したいだろうしさ。おっと電話が切れそうだな。みんながまだ話したいないんだろうけど、そろそろ切るぜ。またな。またに。じゃあね。いや、これで N ルート完結なんですが、まだ N ルートにはまあかなりのルートがございます。で、今のがまあ2番目にいいルート、まあ友情エンドその1です。で、友情エンドその2なんですけども、一旦このエンディングを迎えて、もう一旦 N ルート行って、また同じルートを行って、ちょっとね、まぁ、ちょっと手を加えて、まぁ、友情エンドその2になります。で、あとは、まぁ、まぁ、なんたらな、あーだこーだで、まぁ、いろいろなルートに行けます。どうして僕はみんなに出したの？まだわからない。いくら良い行いをしても、自分が傷つくだけなんだよ。ご覧？君らたくさん友達ができたけど、もう二度と彼らにはありない。今日君のせいで彼らの希望も打ち砕かれた。辛いね。君がいちいちおせっかいを入れなければ、こんな辛い目に遭わずすんだのに。僕にはわからないよ。君が本当に正しいことに貫いたのは、どうしてこんな結末になってしまったのか。一体どうして人生ってそんなに理不尽なもんなの。ね、教えてあげようか。もっといいエンディングにする方法。あ、Pルート。そうですね。セーブファイルを同等しないといけないけどね。まずはアルフィに会いに行ってみたら、君たちはもっと仲良くなれたはずだよ。ひょっとしたら、それが幸せな鍵なのかも。それじゃあね。じゃあ、とりあえず今回は短いんですけども、ここで切りたいと思います。ではでは、ご視聴ありがとうございました。短かったね。はい。